きたいわ。皆様こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。私こちらの、西久保さん、ヒルサイドモールさんで歌わせていただくのは2回目になります。帰ってきた昭和のポップサイドル、堀川さんと申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私はですね、もともと宮城県出身で、宮城県を中心に、仙台市を中心にね、活動させていただいていたんですけれども、今は東京の方に引っ越して、東京関東を中心に活動させていただいております。去年じゃないや、おととし2015年の11月1日にこちらで歌わせていただいて、なんと今回2回目歌わせていただけることになりました。ありがとうございます。本日は新しく発売になりますサードシングルのレコ発イベントということで、本日も CD 持ってきております。ぜひいいなと思っていただいたら、お手に取っていただけたらとっても嬉しいです。それでは早速1曲目の方から歌っていきたいと思います。皆様ぜひ一緒に手拍子で盛り上がってください。スタート。曲名を言ってるのか、いつもこうちょっと分からなくなるから、ちょっと何かいい案を教えてください。これが曲名だよって分かるいい案があれば教えていただけたら嬉しいです。そしてですね、本日私がこれ持ってるこのタオル、さあ見えますか、スモホリカワぐるぐる回せる世界。このぐるぐる回せる世界というのがね、新しく発売になりますサードシングル
タイトルになってます。皆さんありがとうございます。めっちゃ広げてくれてる、ありがとう。そうぜひね、次に歌わせていただく曲はね、ちょっとセカンドシングルの方に収録されてる曲なんですけど、タオルを回していただきたいんですよ。でタオル持ってない人はね、手でも何でもいいんです。帽子でも手でもハンカチでも携帯でもストラップでも食べかけのアイスでもいいんだけど、ちょっとこぼさないようにだけしていただければ一緒にね盛り上がっていただきたいので、ちょっとね何か回すの恥ずかしいなって方はぜひ一緒に手拍子で盛り上がっていただけたらとても嬉しいです。それでは2曲目の方歌っていこうと思います。皆さん回す準備はできてますか？大丈夫ですか？それでは行きましょう。聴いてください。セカンドシングルよりほうき星。
その単語は一切出てこないので、これからもガンガン歌っていこうと思います。ぜひね、手拍子のリズムなんかも覚えていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。ではここから2曲でね、1時の枠は終わりになります。ちょっとタイミング悪いな。もう結構この次の2曲で私の堀川島もエカツイベント in 錦ヶ丘フィルサイドモールさんは終わりになります。よしとしよう。ありがとうございます。ということで次の2曲は、サードシングル、新しく発売になりますサードシングルから2曲歌わせていただこうと思います。次の1曲は
もう一度会いたいけどというちょっとバラードになります。ちょっとね、皆さんね、ワイワイ言ってちょっと疲れたと思うのであの空いてる席もあるので、ぜひね座りつつ、休憩しつつ、また一曲聴いていただけたらと思います。そのまま、最後の曲歌わせていただきます。兄弟曲、ぐるぐる回すよ世界です。ちょっとさっきほうき星で回しちゃったけど、あのもう一回回すので、あのバラードが終わったらまたタオルの用意を皆さんしていただけたらとっても嬉しいです。歌が終わりましたら脇の方で物販タイムとさせていただきます。タオル付きの限定版が、100枚限定だったんですけど、あと30枚くらいでなくなっちゃうらしいです。今日も持ってきてるので、ぜひ CD、限定版タオル付きのもの3000円で販売してます。 CD のみは1500円で販売しております。一番新しいやつです。その他にも3種類 CD ご用意してました。ぜひね、1000円、1500円、3000円と3種類と、新しく出たやつが1500円のやつと、ご用意してます。ぜひ1枚お手に取っていただけたらとっても嬉しいです。その他にもグッズ等々ありますのでね、私もあの終わったら隣にいますので、ぜひお話ししに来ていただければなと思います。本日は歌わせていただきまして本当にありがとうございました。最後の2曲、1時の枠、歌わせていただきます。ぜひ聴いていてください。それではお願いします。
遊びに来てください。よろしくお願いします。大切なことは一つだけ、あいあいあい、あうあと繋いで世界を回していこう。はい、ぐるぐる回すよこの世界、素直な自分にスマイルピース、ぐるぐる回すよこの宇宙、愛の夢が変わっていく。はい、ぐるぐる回すよこの世界、おじいちゃんもまたまたスマイルピース、ぐるぐる回すよこの宇宙、優しさへ包み込んじゃえ。はい、ぐるぐる回すよこの世界、未来を変えるのはスマイルピース、ぐるぐる回すよこの宇宙、知らない自分に愛を。はい、ぐるぐる回すよこの世界。聞いていただきましてありがとうございました。宮城県出身の帰ってきた昭和のポップスアイドル、堀川すももでした。ありがとうございました。ありがとうございます。次は、3時の枠でまたこちらでお待ちしておりますので、ぜひぜひ、ね、その時間までお買い物を楽しみつつ、その後でぜひまた聴いに来ていただけたらとっても嬉しいです。今歌わなかった曲も歌うので、ぜひぜひ聴きに来てください。ありがとうございました。堀川すももでした。またよろしくお願いいたします。横でルーパータイムさせていただきますので、 CD とかあとチェキとか写真とかいろいろお持ちしております。ぜひ見ててください。よろしくお願いいたします。お話ししに来てください。チラシもね、あのタラでお配りしてたので、よかったらもらっててください。ありがとうございました。早くない言うの私がこれさ、普通さ一回こうはけて一回さ、こう一回いなくなってから一回いなくなってから始まるじゃん。だいたいさ、私がさマイクを置いてるらへんでもうすでに始まってるからさ、私これ一回戻った方がいいんだよねっていつもなるんですけど、どう聞きたい？もう一曲。実はね、実はの裏話をすると、あの3時の後に来るのは想定してたのね。今1時の枠ね、次3時の枠でまた30分ぐらい歌わせていただくんですけど、その3時の枠が終わった後に「つーもも」ってなるのは想定してたんだけど、ちょっと1時の枠の後に歌うの想定してなかったから、ちょっとね、皆さんみんな3時の枠も来てくれると思うので3時の枠来てくれたら、3時の枠の後に決まってるやつはもうあるので、それ後で歌うから、あのぜひスーモモって言ってください。なのでこの1時の枠は今歌った5曲の中でもう1曲歌わせていただこうかなと思うんですけど、どれがいいですか？ぐるぐる私に死ねというのかじゃあせっかくだしね、今日はサードシングルのレコ発だしね、じゃあ頑張っちゃうけど、あの私この曲まだね、多分ね5回ぐらいしか歌ってない曲なので、そうでね、あのみんなそろそろ私のこのそろそろってまだ1回しか聞いてないんだけどさ、みんな覚えた？サビのとこ、ぐるぐる回すよ、そう、そこ私も叫ぶからさ、みんなでピースして、あのそうあのね、それだけじゃ覚えてもらおう。時間大丈夫かな、これ大丈夫いくよ。
ぐるぐる回せよこの世界、未来を変えるのはスマイルピース。そう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 。それ一緒にやってほしいの。ちょっともう一回いくよ。練習ね。せーの。ぐるぐる回せよこの世界、未来を変えるのはスマイルピース。オッケーオッケーオッケー、いいねいいねいいね。もう一回いくよ。ぐるぐる回せよこの世界、未来を変えるのはスマイルピース。オッケー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 。よし。そんな感じでいきましょう。それではもう一回歌います。アンコールありがとうございます。ぐるぐる回せよ世界。さあ、じゃあ知らない人も手拍子でいきましょう。皆さん結構ピースのタイミングも分かってきましたか？